おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんに行ってですね、一つ、ルアーを買ってきてみました。早速ね、開封していきたいと思います。いやー、これね、ちょっとね、楽しみにしていたルアーなんですけども、はい。こんな感じ。ね、ギルロイドジュニアの、ここにね、シールがね、ありますけども、バッファローホーンフックっていうことで、キーポンでね、5000円で買ってきてみたんですけど、こんなパッケージでね、今活のビッグベイトですよね。で、それの、チューニングバージョン、進化バージョンが、春に向けて登場っていうことでね、一つ買うことができたのでね、早速見ていきたいと思います。まあ、何かっていうと、このバッファローホーンフックが追加になってるよっていうことで、これね、すごいね、雑誌とかでずっと読んでね、気になっていたんですけども、はい、お、こんな感じの部品が入っていて、で、本体があって出てきましたが、このね、ちょっとね、ボディがずれないようになる、こういうのはちょっと切っちゃって、はい、本体はこんな感じね。これはね、ギルロイドジュニアなんですけども、あ、ここにね、気になる穴っぽこありますね。ここに、このバッファローホーフックっていうのをね、接続するのかなって思うんですけども、じゃあね、早速ね、いろいろつけていきたいと思いますけども、はい、これがね、今回新しくチューニングパーツとしてついてくるバッファローホーフックですね。早速ね、開けてみたいと思いますが、どういったね、パーツなのか、見ていくと、あ、こう、つながってるんですね。こういう感じで。はい、これがね、バッファローホーンフックっていうことで、まあ、ここにね、スプリットリングがついていて、そこからワイヤーで接続されていて、で、こういうね、左右のフェザーがあって、で、あ、フッ素加工の超鋭い針が、装備されていて、ここですね、ちょっとね、これ毛をね、どかすとね、こんなパーツ、ね、これをここの穴につけることによって、この横の巨大なフックが保持できるよ、ね、それによって、フッキングが高まる。あとはこの従来ついている針を外して、まあ、例えばこう枝を乗り越えさせたりとか、そこにスタック、トリプルフックがむき出しでなくなるから、しづらくなって、ちょっと今まで攻めれなかったところが攻めれたりね、いろいろな可能性が広がるよっていうね、こういうチューニングパーツだと思うんですけども、早速ね、これどうすんだろう、これちょっとね、どこにつけるのか間違えるとあれなんで、これね、今活のホームページなんですけども、分かりやすくね、どこに取り付けるよとか、どんな感じだよっていうのが書いてあったんで、まあこのね、写真によると、ここ、このね、顎のところにこのスプリットリングをつけてね、ちょっとね、怪我するといけないんで、プライヤーを用意してきました。で、このフックが最終的に外側に来ればいいわけだから、これ微妙にこのバッファローホーフックがちょっと斜め上になんなきゃ、いけないよっていうことは、こっち側だな、向きを間違えないようにしてこうくっつけていくとね。ちょっと針いっぱいついてるんでね、プライヤーとかで慎重に作業した方がいいよさそうですよ。って、これでね、ついたな。で、このですね、このパーツね、これをこのサイドに設置、こっち側もこのサイドの専用のチューニング穴に設置、はい、バッファロー、ね、これでバッファローをしようってことでいいんだと思うんですけども、まあ位置とかをちょっと見たりして、はあ、こうなるわけですね。
はあ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 。いや、考えられてんなぁ。で、まあお好みのね、お尻のパーツが2つあるんで、このテール使ってみたかったんだ、これね。はい、ブリンブリン動くね、ブーツテールね。まあこんなのがあるんで、で、これをセットして、はい、付属のね、パーツをね、つけてみました。こんな感じでね、完成かなっていうことで、ギルロイドジュニアバッファローンホーンフックバージョン完成ね。いやー、ほんとね、手で持って見ててもこうやってね、上から見るとね、ちょっと針かなって見えるんですけど、サイドから見るとね、このカラーリングとかこの毛にね、隠されてね、ほんとね、針の気配消すんですよね。こんだけ大きな針なんだけど、あーすごいな。で、まあ実際使うときは、まあせっかくこういう風なやつ買ったんで、この下の針はね、取って使おうかななんていう風に思ってるんですけども、これによってものすごい針ステルス効果が出てくるんじゃないかってね。で、買うときね、キーポンさんとね、話してたんですけども、まあ近年なんかこう下からバーって食い上げるより、なんかやっぱりこういうルアーが流行ったりしていて、ほんとバズもなんかちょっと警戒心を持って横からついばむようにね、食う傾向が高くなってきたなんていう話をね、教えてくれたんですよね。というわけで、このバッファローンホーンフックでこの針の気配ね、今までないところにこう隠しておいて、そんでもって、こう横から来るバイトをね。で、このギルロイドジュニアっていうこのサイズ感がまた一つ肝ですね。このサイズ感なんで丸飲みできちゃうのかな。ちょうどね、大好きな、なんていうか、ブルフラットとかとこう似たようなサイズ感なんですよね。このぐらいのサイズだったら大きなバスがふわってね、こう丸飲みしちゃいそうっていう、こういうギルロイドジュニアです。こんなサイズに、こういったさらにステルス性の、しかもこんだけね、ピンシャンにかかりそうな針が隠れてるっていうことで、これはね、ちょっといいんじゃないかなっていうね。近年スポーニングシーズンを中心に年間を通じ各地で爆発的な実績を残し始めたギル型ビッグロイド、その最高峰モデルとしてデビューしたギルロイドに待望の小ギルサイズジュニアバージョンが完成。フラットサイドならではの高速巻き、低速巻きでの圧倒的収縮力パワー、そして止めてもナチュラルに動くブーツテール、独自の威力はそのままに、160mm 80g クラスから、120mm 45g クラスに、ダウンサイズ。従来の、平坦ギル型ルアーにありがちなキャストの難しさをオリジナル同様の、ミサイル型幅広ボディで克服。抜群の遠投能力、キャスト精度を実現してます。巻きで追わせて止めた直後の、ショートスライドで食わすなら、ブーツテール。インスポットやサイトにおいて見せてジャークで反射食いをさせるならフラットテールの2ウェイ、使用方法を状況に合わせて試してみてくださいということで、ちなみにカラーはですね、これ 3D ハイビズビワコグラスギルっていうね、そういったカラーみたいなんですけども、このね、後ろにね、視認性を高めるようなこういう塗装がなされているので、非常にね、場所がつかみやすいかな。で、このテールがね、最初から2つ付属しているので、まあ状況によってね、使い分けてくださいっていうことで、で、このね、ブーツテールをつけるときはここにこう爪楊枝等を入れて、外れづらくして使うっていうことだと思うんですけども、へーね、こんなサイズのギルはね、暴走リザーバーにもめちゃくちゃたくさんいるから、まあそういった感じでね、使っていこうかなってね、ギルがね、泳いでるところ、まあで、普段ちょっと投げるのを躊躇しちゃうような、ブッシュにこう、保持して、ふわ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 、パコってね、そういう感じで食わせるような感じになってくると思うんですけども、ちなみにね、今活のホームページでね、今見ていたらこのバッファローンホーンフックの、接続方法とかがいろいろ書いてあるんで、レプリケーターに初採用した上からのついばみバイトに完全対応したバッファローンホーンフックをサイトフィッシングの切り札ギルロイドジュニアに搭載しました。しかも今度はリアルなカラードフェザー付き、
これカラードフェザーがついてますね。で、シートシンカーでデッドスローシンキングに、調整すればボトムで自立するので根掛かりを気にせず、攻め込めます。早春のビッグバスキラーにほぼ頭角のギルロイドジュニアの、最終進化版、それがバッファローホーンフックモデルですっていうことでね、書いてあって、バッファローホーンフックは開いたり閉じたりと任意の角度に調整可能、またフッキングすると、ボディから外れてワイヤーでつながった状態でフリーになるので、ビッグバスの強烈なヘッドシェイクでもフックアウトしにくい設計となっていますっていうこと で、 でギルロイドジュニアバッファローホーンフックにはフェザー付きバッファローホーフック1セット、ブーツテール、フラットテールが同梱されています。止めるのか素早く逃がすのか泳がすのか用途に、応じて使い分けてくださいっていう感じで、こうね、カラーチャートとかがね、その他こう書いてあったりするんですけども、今活のホームページに行くとね、この、詳しい装着方法なんかもね、またね写真で分かりやすく書いてあるので、あれどうすんだろうってなった時は今活のホームページに行くとね、こういう感じでセットできるんじゃないかなと。あー、まあね、ちょっと初めて買ってみたルアーになるので、ちょっと出しどころとかはね、おいおい使いながらっていう感じにはなっちゃうと思うんですけども、何にしてもこのね、ずっとこうこういうのあったらいいよね、ね、でも案外なかったですよね。コードネームバスなんかほっぺたにね針が背えるようになっていたりしますけども、まあそんな感じというかこんな感じというかね、いよいよこうバッファローンホーンフックがですね、こう最初からスタンダードで、ついてくるですね、モデルが発売開始っていうことでね、ぜひね、店頭で見たら手に取ってみたらいかがかなって思うんですけども、まあどうだろうな、とりあえずトリプルフックはつけとくかな。でその投げる時にあっていう感じになったらこれをこうやって取ってね、使おうかなと思っております。まあね、こんな最初から、いいスプリットリングもつけていただいてありがたいなということで、はい、装着完了ですね。まあ、こんな感じのバッファローホーンフックですけども、出しどころね、ちょっとね自分なりにね、噛み砕いてね、分かるようになったらまた実況動画の方でも、どんどん随時、情報を、アップデートしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、今活のですね、ギルロイドジュニアバッファローンホーンフック 3D リアリズム、これを買ってみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。